んーとも山田です。はい、本日から始まりましたブルーのイベント、なんか特殊なイベント来たね。まあちょっと前に発表来てたので、まああの皆様ご存知だと思います。本日の朝8時から夜の22時の間にですね、ブルーが捕獲できるタスクがいっぱいこなせるよと、あの今日のなんかまとめみたいなところあるじゃないですか。あそこで、もうついに入っている状態、つまりあのポケストップとかジムとかそういうの回す必要がなく、ガン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 タスクがこなせるよというね、とても、ステイホーム向きなイベントでございました。いやー、ということでこちらの方でね、ガンガンやっていこうかなと、でやりながらブルーの高校対地および色違いやっていきたいなと思っているところでございます。で、今日こちらのイベントがスタートしたタイミングでですね、イベントボックスが、追加になりました。こちらちょっと見ていきましょう。はい、こちら左上のやつですね、イベントボックス、よいしょ。中身が、スーパー孵化装置が3、星のかけらが2、お香が3、パイルが10と、まあこちら480ポケコインという風になっております。まああのお得だなと感じた方は、ぜひ買ってみてもいいかもしれません。はい、今回のイベントですね、ブルー限定リサーチ、これあの今日のまとめっていうところにね載ってますね。ポケモンを3回強化する、ポケモン3匹捕まえる、ナイススロー3回投げる。あー、なるほどね。じゃあ一旦ナイススローでポケモン3匹捕まえていきましょうか。はい、まず1匹目、チコリータ、チコリータ、よいしょっと。ナイススローなんで、まあ、これくらいでいいかな。はい、2匹目、3匹目、おい避けんな。避けちゃダメでしょ、火の嵐。はい、3匹目。オッケー。で、ポケモン強化の方もあるんで、それもやって、ブルー3連チャンで確認していきましょう。6回だよね。6回だよね。1、2、3、4、5、6と。はい。よし、それじゃあ3つクリアできるのでやっていこうか。リワードまずは1個目。色違いブルーカモン、来い。あ、通常から。次確認しましょう。2匹目、チェック、どうだ、通常。3つ目、色違いが、くる、くる、来ない。来ないね。はい、じゃあ3つこなしたので、リワードが、モンスターボールと星の砂と 300XP。3つの今クリアしたタスク、めちゃめちゃ簡単だったじゃん。たった3つクリアするだけで、毎回ちょっとずつアイテムをもらえるんでしょ？めっちゃいいじゃん。で、これをまずもらいましょう。はい、モンボ、星の砂。はい。で、明日もリサーチに協力してください。んどこ行った？あー、出てきた出てきた。ポケモン3匹送る、捕まえる、進化。進化、あー、わかったわかったわかった。オッケーオッケーオッケー、進化できるやつを進化させていこう。さあ、3つクリアしてきました。ブルー色違いおよび高校大地。ブルーなんですけども、まあ、今回タスクからね出てくる、個体なので、CP530 ですね。530のブルーだと個体値がどうやら 100% みたいです。ま、100% だからって、マスターリーグとかね、普通に使うかと言われれば、まあ、そんなことはないんですけども、持ってない 100% は欲しいと。あとは、なんかハイパーリーグで使うんだったら、なんか10、15、15とか、なんかそういった感じの個体値がどうやらいいらしい。よし、それじゃあ見ていきましょう。まずは1匹目、色違いオア高個体値、出ろ。まずは普通500、キリがいい。2匹目、ゴー、来い。ピカってくれません。504。3匹目、レッツゴー。あ、つうかこれこなした後のリワードが、さっきあれだね、モンスターボールだったところがポケモンに変わってるね。これもブルーなんじゃない？すごいね。ブルーのタスク3つクリアしたらブルーのタスクがやれますっていうね、無限ブルー回収ですね。はい、行きましょう。さあ、あー、通常カラーのブルー516。あ、516結構高くない？あー、コーヒー高い。そしてここのリワード、スペシャルリサーチ、星の砂と経験値とチュック。通常カラー506。あー、低いかな。これは可愛いブルーですね。次を確認しに行きましょうか。はい、3枚目でなんで、これどれくらい回収できるんだろうね。このシートがなんかね、なんか話によると20枚ぐらいあるんじゃないかみたいな、そういった情報を確認したんですけど、まあどうなのね、実際問題ね。よし、グレートスロートポケモンゲット、ゴースナップショット写真3枚撮る、オッケー。はい、じゃあ今相棒のミュウツーさんをバシャッバシャッバシャッと、こんなもんでどうでしょう。3枚撮ったよ。はい、クリアしました。じゃあ3つまた開けていくぞ。ブルー、そろそろ出てきてください。色違いもしくは 100%、 レッツゴー。どうだ、あー、通常から、お、
518、結構高くない？2つ目どうだ。あーん、来ないよー、色違い来ないよー。3匹目、通常から。個体値もぼちぼち。はい、リワード受け取りました。ファイルで、ここだとまた見えないけど、一回画面を変えると戻ってきたね。今これそういうことか。なんかセールボックスの中にパイルの実が入ってたのと、あとこれの一個前もね、報酬でパイルが入ってたんですよ。これポケモンを捕まえるときにパイルの実3個を使うっていうタスクがあるから、これ用意してたんだな。あー、なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー。じゃあパイル使って3匹捕まえちゃおう。よし、それじゃあトレーナー対戦やっていこうか。ルメタルか、岩なだれが来ちゃうときついんじゃないかな。対戦ありがとうございました。よし、じゃあリサーチ進めていこう。色違いが出ない。高個体値でもない。2個目、よいしょ。あー3つ目、色変わらず。よいしょ、リワードブルーは色違ったりせんのかい、どうなんだい、出てこい。あれ、あ、結構高いなこれ。個体値は良さそう。ここまでやっててちょっと俺思った、このブルーのイベントね、いや色違い欲しい、うん、高個体値も欲しい、ハイパーリーグ用も欲しい。もちろんそのためにはね、やるイベントつうか、そりゃやるし撮影もするんだけどさ、絵が変わらん。なんだこれは、動画映えが全くしないじゃないか。困ったね。出現するポケモンもずーっとブルー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 でしょ。で、あとはなんか、タスクもカードボールとかさ、おやつあげるとかさ、割と、すごく簡単な。やりがいはそんなにないというか。僕は思った。よしと思って。一番大事なのは、ブルーが色違いかどうかっていうところ。山田がいつ色違いが出るかってとこだと思うんだよ。なので、色違いが出るまで、ダイジェストでもういいんじゃないかと。ということで、こっからですね、ブルーのタスクを触って、パッと出てきた時のリアクションばっかり、そこだけちょっとダイジェストでお送りします。さあ、山田は一体いつ色違いが出るんでしょうか。どうぞ。色違い来い。あー、来なーい。色違い。あー、来い。来い。すいや。おい。そろそろ来いや。せいや。さ、リワードブルーちゃん召喚。ピンクいの。おお、来た。しゃー、来たぞい。割と早めにダイジェストが終わってくれた気がする。あのねツイッターとかでめちゃめちゃブルーの色違いの発見報告が僕のところに飛んでくるんですよ。まあ毎回いろんなイベント来るのそうなんだけどさ。いやもう、みんなすげー出てるじゃん。確率高いとかみんな言ってるけど本当に？俺出てないけどって言って今ちょっとね、録画回してない時にこう、シュンってなってたんだけど出てよかったです。ありがとうございます。ブルーちゃん、野生のね、色違いは出る可能性が、逃げる可能性がございますので、万全を期していかせていただきます。キンズリー、ハイパー、カーブ、グレート。エクセントは自信がありませんでした。はい。さあ、1揺れ、2揺れ、3揺れ、ありがとうございます。さあ、この CP の513のブルーは、どうなんだお前は。個体値的にはどうなんだ、見ていこうぜ、レッツゴー。あー、ちょっとダメ、耐久側ではなかったけども、ありがとうございます。はい、色違いブルー何匹目だろう、多分3匹目ぐらいかな。はい、いやでも色違いって何回捕まえても楽しいね。すげー声出ちゃったよ。しゃーということで、ここから先もですね、ちょっとポンポンポンと、やっていこうと思います。よっこいしょっと。あー、これ通常ね。だはい、通常から。お、核変入りました。ありがとうございます。2匹目の色違いブルーゲットせー、ゲットせー。さあ3つ目負けておこうね。さあ
あー、これ通常でもまだリワードでね、リワードのブルーがまだ待ってますか。ちょっとそっちも開けちゃいましょうよ。サクッと捕まえちゃうから僕。ドバッ通常からでしたね。まあいいんです、いいんです。うん、さてと通常から、はいはい、通常3匹目、通常から、はい、ブルーさん3匹目の色違いそろそろ見たいね。ほいっと、ピンクどっこいしょ。はい、リワードのブルーが高校第一色違いだったりしませんか。しませんね。どっこいしょ、通常から、ほいっと、こいつはどうだい。よっしゃ、おありがとう。ここでも4つ開けるね。まず1匹目通常、はい、どうだ。あー、ピンク、どうだ。うん、ブルーちゃん色違ってくれないか。そういえば今回なんか20セット分、まだこの 3×20 だから60匹分かのブルーが獲得できるはずなんだけど、そこまでいったら終わりなのかね。ちょっと気になるよね。なので最後までは一応やってみようかな。まぁ、ちょっとカメラも止めちゃいますけどね。はい、3匹目あー、ブルーかー。いや、まぁ、でもブルーはねだいぶ取れてるから、これよいしょ。下にいる839のブルー、こいつは昔ゲットしたやつ、これは台湾じゃないかな、やっぱそうだね、台湾でゲットしたやつで、それ以外のブルーだと今何匹いるの、369、あ、上に表示されてるか、49中の1匹が、昔のやつは48、50、あ、もうほとんど多分終わってるわ。60匹ぐらいいけるから多分あと2、3枚で終わるはず。オッケー。じゃあ、ついでにまあ一応調べようか。なんか、さっきね、ツイッターで、515番、CP515 のやつはハイパーリーグで使える個体の可能性があるっていうのを見たんだよね。あー、高いな、残念。515他にもいるかな。514515、あ、さっき捕まえたやつ515じゃん。どうだ、君はどうだ。あー、よいしょー、502、高くはないね。来ない、来ない、512か、よっこいしょ。通常 CP、あ、たっか。521か。よっこしょ、どうだい。うん、通常から。おら、そろそろ終わっちゃうんじゃないかな。なんかそんな気がするよね。512、あー、惜しい。はい。ここの今日のまとめのところがですね、ブルーのリサーチ。さっきからですね、出ては消え、出ては消え、みたいな。消化したらすぐ出てくる。で、なんかちょっと時間置いたら、また出てくる、みたいな感じになってたんですけども、なんとですね、今ちょっと、5分ほど、10分ほどでね、アプリ落としたりとかして、こなしたっぽいですね。はい。ということで、私、山田のブルーイベント、これにて終了でございます。イエーイ。はい。じゃあ、結果見ていきましょうね。はい。送っちゃったブルーもいるんですけれども、合計65匹いますね。多分、だから70匹ぐらいはゲットしてるんだと思う。さあ、その中でですね、ブルーの色違いを、ちょっと見ましょうか。1匹、2匹、3匹、4匹。で、一番下にね、いるのはこれ台湾産なんで、4匹ですね。はい。ということで、私、山田、今回ですね、ブルーの色違いを、4匹。獲得できました。ありがとうございます。楽しいイベントありがとうございます。だいぶカジュアルだけれども、ワクワクできるめっちゃいいイベントだったのではないでしょうかと。はい。この中でですね、もうまあ僕はスーパーリーグで使えそうな個体をですねパッと見て、ちょっとねグランブルにね、ちょっとしておこうと思います。はい。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃまとめぞ動画でお会いしましょう。バイバイ。